こんにちは、ゲーミングお母さんジョミです。私は今ラグーナテンボスの駐車場にいます。9月1日から柱のアフターヌーンティーンが始まったということで、今日は食べに来ました。やっと食べれます。今駐車場を見ておりますと、この間来た時よりはちょっと夏休みが終わって落ち着いてるのかなという感じですね。園内の様子ですとか、グッズ売り場の状況なども合わせて皆様にお届けできたらいいなと思っております。それでは今日は私チャミと一緒にラグーナテンボス行ってみましょう。こちらですね、始まっているようです。数量限定と書いてるんですけれども、今始まってすぐなのでさすがにあるかなと期待しております。では行ってみましょう。なんと月曜日と火曜日がお休みだったみたいです。悲しみの、でもちょっと見てくださいよ。あのキッチンソレイユさんっていう天元様と炭治郎のメニューを食べれるレストランの方に、こちらのメニューの看板もあるんですよ。っていうことは、もしかしたらこちらの方で食べれるのかもしれないなと思って、でこちらは11時オープンなのでもう一度来てみたいと思います。もうダメでもこちらのメニューは食べれるということですので、なんとか鬼滅のメニュー食べてから帰りたいと思います。では、グッズ行ったりアトラクションを回ったりして11時まで待とうと思います。暑い、急に暑くなってきたわ。買ってきました。プリントクッキーと天元様のアクスタをお土産に買ってきました。ではちょっと園内ブラブラしたいと思うんですけど、はい、嘘だろ、嘘だろ、嘘って言ってくれよ。え、本当に言ってる？え、柱のボトル友達に頼まれてたのに。本当に今日開かないのこれ？ちょっと調べてみよう。調べました。11時オープンって書いてるので、もしかしたら11時になったらオープンしてくれるかもしれません。そして先ほど調べたんですけれども、ブルーラグーンがお休みの日はキッチンソレイユで提供があるみたいなので、柱のアフターヌーンティーと煉獄さんの牛鍋定食食べれそうです。よかった。では11時になってから出動したいと思います。あ、開くやんね。無事に柱のボトルとコースターをいただけました。コースターは可愛いねずこちゃんでした。では11時になったのでキッチンソレイユさんに行ってみましょう。キッチンソレイユさんもオープンしていました。どうやらアフターヌーンティーもうまい、牛鍋定食も食べれるみたいです。よかった。もちろん
天元様のメニューも炭治郎のメニューも食べれます。来ました、こちらがうまい牛鍋定食です。牛鍋弁当は煉獄さん、錦糸卵は善一くん、天ぷらうどんは猪之助くん、抹茶ロールケーキは炭治郎くん、いちごはねずこちゃんを表現しているみたいです。そしてこちらが柱のアフタヌーンティーです。一つ一つ見ていきましょう。まずこちらが紫芋タルト、しのぶさんのメニューです。その横がゴツゴツチョコスコーン行明さんです。そしてその横、むいちろうくんのなたでココ、恋する桜餅はみつりちゃんのメニューです。そしてその横なんですけれども、しましまティラミス、イグローバナイさんのメニューです。その横にアラさんが乗っていますのはド派手なマーブルアイス、天元様のメニューです。そしてその横におはぎがあります。こちらは風柱品津川様のメニューです。下に行ってみましょう。大学芋が見えてきました。こちらは煉獄さんのメニューです。そして最後、クールなブルーソーダは水柱富岡さんのメニューとなっております。それにしてもいきなりたくさん来ちゃったので、こりゃ頑張って食べないとな。ではいただきたいと思います。まずはこの猪之助くんイメージの天ぷらうどんから。さっくりとしていてとっても美味しいです。うどんの方も食べてみましょう。見てください、このもちもちっとした麺も、こんな絶対美味しいですやん。美味しい。おうどんの出汁もあっさりとしていてとってもグッドでした。では次に牛鍋弁当行ってみましょう。これを食べたくってさ、5時間かけて車でやってきました。甘辛く炊かれたお肉がとってもジューシーです。錦糸卵も美味しい。それにしてもちょっとご飯の量多くない？サービス満点。うまいうまい。ではいよいよ柱のアフタヌーンティー行ってみましょう。まずはこちら、水柱富岡牛さんのメニューです。ブルーソーダなんですが、これがあんまり甘くなくてとっても飲みやすかったです。私好み。あー、アルコールが入っていたらもっと良かったんやけどな。じゃあ次はどの柱をいただこうかしら。そうだな、やっぱりここは推しかな、煉獄さんの大学芋もいただきたいと思います。こんな感じで大きなお芋が2つも入っておりました。ではいただきます。一口。美味しい。では次にこちら、霞柱時藤無一郎くんのメニューをいただきたいと思います。このようにナタデココが入っていて、ゼリー自体はさっぱりとしていてとっても食べやすかったです。何の味って言えばいいのかな。まあラムネとかサイダーとかシュワシュワ系ドリンクのようなお味がしていました。とってもさっぱりとして美味しかったです。それでは次に天元様のド派手なマーブルアイスいただきたいと思います。アイスクリーム自体はマーブル色をしていてとっても派手ですし、そして上にアラザンが乗っております。アイスクリーム自体もとっても美味しくて、今日も暑かったので冷たいデザートが進みました。それでは次にイグローバナイさんのしましまティラミス行ってみたいと思います。そう、もう見た目がしましまっとなっていて、イグロさんそのものなんですよね。このプチサイズが本当に嬉しい。お味もとっても美味しかったです。それでは次にこちらの紫芋タルトいきたいと思います。そうなんです、これは胡蝶しのぶさんのメニューなんですけれども、芋がクリーミーでとっても美味しかったです。断面図はこのような感じになっております。みつりちゃんの桜餅いってみましょうか。みつりちゃんのメニューなのでドカーンと大きいのかなと思いきや、一番小さくて可愛いメニューでした。見てください、私一口でいただいております。あっという間に
美味しく食べちゃいました。それでは品津川様のおはぎいきたいと思います。おはぎはね、結構重量感があって重い感じでした。で、私これを断面図を見ていただこうかなと思って頑張って半分にしようと思ってたんですけれども、全部ひっついてきちゃいました。で、結局このままいただくことにしたんですが、甘さは控えめな感じで美味しかったです。ただすごいボリュームだったのでお腹がいっぱいになりました。最後にこちら、ゴツゴツチョコスコーン餃子さんのメニューをいただいていきたいと思います。サイズ感もしっかりあるし、チョコレートって書いてたのでめちゃくちゃ甘いんかなと思って食べたんですけれども、さっくりとしていて、で甘さが控えめで見た目よりは食べやすかったです。ただ大きいので食べるのに時間がかかりました。でも私好みでした。次はどの柱をいただくかしらこんな風に楽しみながら柱のアフタヌーンティーたっぷりと楽しませていただきました。これ癖になっちゃうかも。はい、というわけで今回はですね、ラグーナテンボスさんで新しくメニューに加わりました柱のアフタヌーンティーと、それから煉獄さんの牛鍋御膳をいただいてきました。本当にどちらもめちゃくちゃ美味しかったです。来た時は定休日かと思ってすごく焦りましたが、なんとか食べれてよかったです。やっぱりね、今回ラグナシアさんに行かせていただいて、ネットの情報をしっかり見てから来ようと思いました。またまた勉強になりました。今回は本当に良かったですけれども、また私うっかりなのでやってしまいそうですね。はい、本当に食べれて良かったなと思います。そしてラグナシアでお会いした視聴者の方に、なんとこちらのアイスクリームスプーンをいただいてしまいました。ありがとうございます。なんとなく会える気がしてたんですって言って持ってきてくださってたんですよ。こんな奇跡あります？こちらなんですけれども、スプーンが善逸くんと、じゃん、煉獄さんをいただいてしまいました。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。もうチャレンジできなかったので諦めていたんですけれども、あら、本当にありがとうございます。お声をかけてくださった皆さん、ありがとうございました。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんわー。